ニコンニコンのレンズ製品一覧 AFS デラックス、ズームニッコール ED18 から70メートル MF3.5 から4。5G ニコンのレンズ製品一覧は、ニコン及びその前身である、日本工学工業の発売してきたレンズの一覧。ほとんどのレンズには、ニッコールの名が付けられている。ニコンは、ニコンの旧社名である、日本工学工業株式会社の略称。 日光と当時写真レンズの名称の末尾によく用いられていた R を合わせたもので1933年に航空写真用レンズ A ロニッコールとして発売されたのが最初である。レンジファインダーカメラを製造するにあたり日本工学工業はコンタックスのバイオネットマウントを踏襲した。ただし標準レンズや望遠レンズではピント誤差が出るため互換性があるのは 広角レンズだけである。ニコン S マウントのボディとレンズを販売するから、日本工学工業は、ライカ L マウントのレンズを生産していた。ニコン F マウントは、ニコン F から採用され、その後一眼レフカメラにはほぼ一貫して、F マウントが採用されているが、時代とともに、信号の伝達方式や機能が変わっている。現存する、デジタル一眼レフマウントの中では、最古の規格となる。 バイオネット方式でレンズを半時計回りに約60度回転させるだけで装着ができる。開放速攻を行い、撮影時に所定の絞り位置まで絞り込むための仕組みが備わっている。レンズマウント上に小さなレバーがあり、撮影時にこのレバーをカメラ側の自動絞り連動レバーが押すことで絞り込み操作を行うようになっている。ニコン Z マウントは、 ニコン Z7 から採用されたミラーレス一眼カメラ用マウントである。ニコン F マウントと比較すると、信号が高速大容量化され、内径は F マウントの 47mm から 8mm、拡大した 55mm となっている。また、打ち爪を F マウントの3本爪から4本爪とすることで、F マウント以上の強度を保ちつつ、レンズの着脱時の角度を F マウントの60度から40度に抑え、効率的なレンズ交換を可能にしている。ゼンザブロニカ、アイレスフレックス、プラウベルのマキナ、マーシャルプレスに供給された。現在は製造されていない。オーバンカメラに使用するためのレンズ。現在は製造されていない。映画を撮影するためのレンズ。現在は製造されていない。 ニコンは総合工学機器メーカーであり、一般設営用のレンズ以外に様々な用途のレンズを生産していた。ほとんどが生産を終了している。現在ではニッコールではなく、レイファクトを名乗り、主として栃木ニコンで生産されている。引き伸ばし用、レンズ L ニッコールもここに分類してある。ありがとうございます。